ビブラートとは、演奏、歌唱において、音を伸ばすとき、その音の見かけの音高を保ちながら、その音の特に高さを揺らすことである。バイブレーションも似た言葉だが音楽においては、ビブラートには含まれない、タイプの音の揺れや、感情の揺れ等を示すことが多い。音量の揺れと音高の揺れの2種類に分けられ、楽器や演奏スタイル、演奏されるジャンルによって使い分けられる。 西洋音楽におけるビブラートは、ルネサンス、バロック時代からあり、ベーブング、トレモラント、フラットマンなど、多種の名称で呼ばれていた。レオポルド・モーツァルト著のバイオリン教本には、最近の演奏家は、すべての音にビブラートをかけるが、神の発するところだけに使うべきと記述している。ルネサンス時代から、バロック時代にかけて、多くの書物に、 音を震わすいわゆるビブラートについての記述が残されていることは、ビブラートは装飾法としてあったことを物語っている。無論、アンサンブルではなく、独創において自然に生まれ出るビブラートは行われたと言えよう。現在のように常にビブラートをかけるようになったのは19世紀以降のことである。あまり多用されるようになったため、 バルトークは、ノンビブラートの指示を楽譜に記述した。弦を押さえる位置を揺らすことで、音程型をかける場合が多い。感覚器の多くでは、気候上、音程を揺らしにくいので音量型となる。ビブラートを出すためには、腹筋群や横隔膜を使い、呼気圧を揺らすか、アンブシュアを変える方法が、一般的である。各楽器の気候や、奏者の思考にもよる。 クラシック音楽では、金管楽器およびクラリネットではビブラートを常用しないことが多い。打楽器でビブラートをかけることは数少ないが多少はある。例えば、ビブラフォンは共鳴管内の羽をモーターで回転させて効果を得ている。また最近では、同じ鍵盤楽器グロッケンの鍵盤の上を手で仰ぐように上下させてビブラート効果を出す奏法もある。 トライアングルは音を発した後に楽器を前後に揺らすことで効果を出すことができる。クラシック通常、ビブラートを目的とした練習は行わない。熟練するに従って自然に入るようになるのが理想とされる。どうしてもビブラートが入らず硬い感じになる場合は練習する場合がある。無意識に自然に入るため、通常、ビブラートは入りっぱなしで、 ノンビブラートは、古学の演奏やアンサンブルにおいて意図的に、ビブラートを取り除くことで行われる。歌唱中の喉を観察すると、ビブラートを入れるところで、喉がほとんど動かないのがわかる。演歌演歌では、拳とビブラートは、不可欠と考えられる。小学生以下であっても、これが入るようになるまで、徹底的に練習する場合が多い。 宮古晴美デビューの前と後では大きく違い、宮古晴美以前は、チリメンビブラートが多かったが、以降は、彼女と同様の超2度以上、4ヘルツ前後の、ややゆっくりとした触れ幅が広いビブラートが主流となった。クラシック型とは反対に意識的に入れる場合が多く、2小節以上伸ばすところでは2小節目から入れる、という風に入れ方もノンビブラートとの使い分けも、巧妙である。 歌唱中の喉を観察すると、ビブラートを入れるところで、喉が小刻みに動くのがわかる。ムード歌謡等ムード歌謡、シャンソン、ミュージカル等もビブラートは、不可欠と考えられる。ビブラートによって、大人のムードを醸し出す。シャンソンやミュージカルは欧米では、チリメンビブラート、または、クラシック型に近いが日本では演歌型が主流となった。宝塚歌劇も、 演歌型ビブラートを練習する場合が多い。アイドル歌謡等デビュー当初から入る歌手と当初は入らない歌手に分かれる。ただし当初は入らない歌手でも、年を減るにつれて身につけていったりする場合もある。しばらく、ノンビブラートだったり、未熟感がある、チリメンビブラートだったのが、キャリアやレッスンを積み歌手として成熟してくるに従い。 理想的なビブラートがかかるようになったりする場合がある。ロックポップス、トータジャンルと比べると歌唱技術的に格段に劣る歌手も多く、意識的にビブラートを使いこなしている歌手は少ない傾向にある。また、あえてノンビブラートを貫き通す歌手がいる一方で、ビブラートを全面に押し出す歌手もいる。入れ方は歌手により様々で、クラシック型、演歌型、 フォーク型等に分類できる。民族音楽等日本民謡では、拳の方を重視し、ビブラートは重視しないので、入らない場合が多い。ただし、歌手によっては、曲の末尾で長く伸ばすところでビブラートを入れる場合がある。洋曲では、ナビキと呼ばれるビブラートを入れ、これは演歌型に近い。長唄、清本等では長く伸ばすところで、 演歌型ビブラートを入れる場合が多い。韓国やハワイ等の民族音楽でも演歌型に近いビブラートを入れる場合が多い。同様と同様は通常はビブラートをかけないが、歌手によってはクラシック型をかける場合がある。アニメソングではクラシック型や演歌型をかける場合が多い。小学生以下小学生以下の歌声には通常はビブラートがかかることはない。中学生。 高校生と進むにつれ、ビブラートがかかる人が増える傾向がある。ただし、歌う曲が、演歌やムード歌謡等、もともと、ビブラートを前提とした曲で、カラオケ大会等に向けて、それを徹底的に練習した場合は、小学生以下でも、演歌型ビブラートを巧妙にかけて、大人のムードを漂わせる場合がある。北朝鮮のエリート養成機関では、 小学生相当位から声楽を徹底的に訓練にし、ビブラートを入れさせる場合もある。その一方で、早ければ4歳くらいで特訓したわけではないのに、ビブラートを含む技術を自然に習得するケースも稀にある。シンセサイザーエフェクター、波形編集ソフトウェアプラグインなどスペクトログラムによるトレモロとビブラートの違い企楽演奏では、トレモロは 断続的かつ周期的に同じ音の発音を繰り返すことであり、連続的に揺れるビブラートとは区別されるが、楽器の種類によっては境界が曖昧となることもある。歌唱においては、古典声楽ではトレモロをあまり用いないこともあってか、質の悪い揺れをビブラートと区別して、トレモロと呼ぶ場合がある。これは、本来の演奏手法を指すトレモロとは全く別なものである。 日本自鼻移行科学会による定義では、日本自鼻移行科全書によると、ビブラートとトレモロの違いは、多くの場合、前者には、美的効果があり、快感を与えることが条件であり、後者は不快感と不安定感がある。不快感の原因は、声の高さ、強さ、音色の変化が不規則、変化の回数が少なすぎる、逆に多すぎる、高音の動揺が、著名すぎ。 聞き手に焦燥感、不安定感を与えると書いてある。ビブラートを徹底的に排除した声はノンビブラート商法などとも言われることがある。繊細な雰囲気や荘厳さ、素朴さの演出を狙って行われることがある。一方で、特に音色自体に格別な存在感のある場合や音色の動的な変化がある場合は、ビブラートの有無は目立たなくなり、 あまり重要視されなくなる。ありがとうございます。